はい、大森さん、おはようございます。おはようございますというところで朝の特定的なと思います。はい、数値としてはこのような形になっております。まず何もない、勝ちたいんや、来たやろこれ、判定が。はい、どうも、ロパスです。はい、どうも、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日6月6日ですね、月曜日。はい、すみません、お昼のトークはちょっと、お休みさせていただきましたけども、お知らせが少し来ておりましたので、確認しておきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずは、ドリームコレクションという名前なんですね。3ステップアップドリームコレクションという名前なのかな？はい。こちらが6月6日月曜日16時から6月20日月曜日15時59分ということで、今日からですね、始まっているっぽいです。はい、で、選手は、ゴッザとかラドゥンガ、ミサキ、こういったところが表示されておりますが、 SSR の排出率自体は 3.0%、 あ、これステップ1の場合ですね。で、提供割合が 0.013、それぞれ 0.013 ですね。なので、ゴッザさんとか、まあ、ラドゥンガとかね、一緒っぽいですかね。はい、全部一緒です。なので、お気をつけください。はい、さらに、これって通常の選手が 0.016。なので、通常の、SSR の方が、排出率は高いですね。はい。ということなので、これは、ちょっと注意が必要かなと思われますね。一枠確定でも 1.266 ということで、全部一緒ですよね。均等でしょうかね。はい、均等ですね。となっております。はい、なので、バナーにあるからピックアップではないので、この辺は気をつけないとです、というところでございます。はい、続いて、また別のやつですね。一枠確定ドリームコレクションというやつが、これも本日から、6月20日、月曜日15時59分まで。ちょっと長いのかな？一緒か。はい、開催期間は一緒ですね。はい、で、こちらも、ゴッザさん、ラドゥンガさんのミサキくんということで、なんかピックアップとくは書いてありますが、これも一緒なのかな？ SSR は 100% ですが、これはドリコレの選手だけではない。あ、ドリコレの選手だけなのかな？はい。ただ、確率は 1.266？ ちょっと待ってくださいね。送りすぎちゃった。はい、1.266 ということで、まあ、ドリコレの選手が均等に排出されるということでございます。で、ちょっとね、バナーだからピックアップではないので、こちらも十分お気をつけください。はい。で、続いて、これは復刻っぽいですかね。3ステップアップ戦い青木選手たちサッカー日本代表ガチャということで、これも、3ステップアップ。はい。6月の8日水曜日16時から7月4日月曜日15時59分。で、これも同じような感じで、一枠確定のやつもあるということなの。これは、30連回せば必ず、どれか、復刻の選手が出るのかな？で、こっちは10連、まあ、優勝で10連だけ、限定ですけども、一枠、復刻の代表の選手が出るということかと思われます。ちょっと排出率変えてないので、どのね、キャラが、含まれているのか、まあ、昨年のやつが全部含まれているのか、ちょっとその辺がね、わかんないですけども、はい、こんなのが来るようです。はい、あとは、不具合。不具合があるようです。6月6日追記のとこですね。行くよ友達、サッカー小僧の大いなる夢にて、若島津健とマッチアップした際に進行不能となる場合がある。
なんかすごいですね。はい。現在は修正対応完了しております。で、もう一個ありますね。タイトル画面にて再生されている BGM が異なっていた、こちらも、完了してますと。はい。ということでございます。はい、というところですね。これはもうね、前に来てるやつなんで。はい、なんで本日は、このね、ドリームコレクションのが、ガチャが追加をされているということですかね。はい。なんでこれが、10連のみ、できますと。で、こちらが3ステップアップなので、ステップ1が30個、ステップ2が40個、ステップ3でまあ50個だけども、1枠ドリコレの限定選手は確定ですということでございます。はーい。なるほど。どうなんすかね。この辺はなかなか、まあドリコレが全部ね、均等なので、結構闇ですね。ちょっと怖いっすよね。これはね、ピックアップが何名かね、限られているのであればね、結構、ワンチャン狙えてもね、いいかなっていうのもあるかもしれないですけども、はい。まあ、この、今週の金曜にドリコレがね、超ドリコレが、迫ってますので、このタイミングで、まあ、本当にね、欲しい選手、まあ、ただ確率がね、結構あれなんでね、であればもしかしたら超ドリコレでね、結構回すことになろうかと。はい。まあ、ハマりたくないですけどね。まあ、そこで、ワンチャンね、過去のキャラがポロリと、出ることを願った方がいいのか、ちょっとわかんないですけども。はい。そんなところでございます。はい。あとは、そんなところかな。はい、知らせとしては以上となってます。で、この辺がね、はい、これどうですかね、期間がね、7月の1日までなんで、イベント数、メダル集めのやつですね。で、なんか個人的には、なんとなく、今回、たもつくんがね、ないじゃないですか。前々回かなんか途中でたもつくんが、追加になって、前回は最初からありましたけども、まあ1個分しかね取れなかったというのもありますけども、なんか途中のタイミングで、この辺の報酬が追加とかってなんないかなってちょっと期待はしてるんですけど、どうでしょうかね。この辺のね、なんか来ないかな。はい。と思って、このね、メダルは少し余裕を持って、周回をしてますけども、どうでしょうかね。はい。あとは、あ、このね、たもつくんの、いでたもつ交換メダルが、CM 市長の、ここの、ね、上の方に出てくるプレゼントボックスみたいなやつがね、はい。そこの CM 市長から、いでたもつ交換メダルが、最大で1回につき3枚まではね、出るようになってますんで、まあ、この辺を地味に集めて、まあ、毎日ね、CM 見ていれば、まあ、何かしら、ブラックボールであったりとかね、まあ、そういったところも手に入りますんで、はい、この辺利用して、たもつくんがもらえるといいな、というところでしょうか。はい。あとは、今週は引き続き、結構、落ち着いてはいるとはいえ、この辺がね、まだ、まあ、1日2回とか1日1回のやつと、あとは、これ2回でしょ？これがメダル集め。あとは、こいつですね。挑戦スーパースターの強者たちと。で、これが全部で48試合ありますんで、まあ、このね、行動力が、必要になっちゃいますけどもね。まあ、ある時に。やっていくような感じになるでしょうか。まあ、これはただね、1ヶ月弱ありますんで、ちょっとのんびりでもいいのかもしれないですし、あとは、あれか、チャレンジロード。で、これも期間は7月1日までありますのでね、スタミナ、行動力があるうちに、ある時に、ちょっとずつやっていけばいいのかな、というところでしょうかね。はい。あとは、
期間は今回ね、もうこれ限定ではないですけども、昨年の周年の時に出てきたね、必殺技、これね、ヒューガくん、翼くん、シュナイダー、若林くん、ディアス、はい、この辺の必殺技のやつが、1回ずつは夢玉が、初回のクリア報酬でもらえるようになってますので、はい、やっぱり昨年のやつなので、1年経ってますからね、割とハードルが下がっているのかなという感じでしょうか。ちなみにこのシュナイダーくんの、自分は昨日ですね、ちょっとやってみまして、で、今回ゼダンのパスカットのやつがあると思うんですけども、試しにあれと全く同じデッキでやったら、もう簡単でしたね。8-0 とかで余裕で、はい、クリアできましたんで、ゼダンのデッキ作っているのであれば、そのままワンチャンいけるかなと思われます。はい。他もね、これ、グローバルの時でしたっけ？2週間ずつぐらい、1週間ずつでしたっけね、復刻してましたけども、まあ、その段階で割と、超フェスのキャラクターとかも、持ってるとね、ピエルくんとか、ああいったところでも、結構ね、ゴリゴリいけたような印象ありましたんで、はい。で、あと技剥がし券がね、それぞれ初回のクリアでこれもらえますんでね、まあ、しっかりとやっておくといいんじゃないかなと思われます。はい。というところで、本日は以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。